おはようございます。リレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。今日見た夢をねちょっと説明したいんですけど、さっき見てた夢、まあ今日いくつか夢見た中で一つね面白いなって思ってた夢が、ミルドナースさんっていらっしゃるじゃないですか。はい、今日はミルなんとかさんと言いません。で、そのミルなんとかさんなんですけど、ミルなんとかさんの部下となって、でかつなんか何ていうかな、まあ、裏切り者っていうんかな、なんかそのミルドナースの軍、魔王の軍勢の中の裏切り者、そのモンスターは知らない、もう全然知らないモンスターなんだけど、その裏切り者をゲマー率いるね配下たちとともにね一斉に始末するみたいな、ゲマーよ私の高さをよく見ておれ、ほっほっほっ光栄ですミルドナース様みたいなのがあったんだよね。でもあの魔物誰だったんだろうっていうのがうん。で、俺の視点言っとく。俺ね、モンスター視点だったんですよ。何の視点か呼ぶか。アルミラージ。はい、というわけで今回はここに来ました。この人なんですけど、クリア後に魔王カードをくれる人なんですよ。クリア後にこの人と戦うと、勝った時に魔王カードが手に入って、まあ、要は、で、魔王カード9種を手に入れると、この人っていうのは DLC を買っていない場合、ガーディスがいない場合ですね。買ってない場合、もうここになんか、ずっといる感じなんですよ。なんか特に適当なこと言って、先に進まないんですよ。ですが、ガーディスを買ったことによってですね、この人、よく来たあれ、撃つぞじゃんと。そう。レジェンドを倒せてから、もうだからこれ、ガーディス買ってると追加シナリオですね、これ、珍しい。DLC からの追加シナリオ。はい、今日までのことよ。あんたのバトルエネルギーを約冥府の底まで到達したわ。そう。冥府のガードガーディス様がしてくれると。だから、これ買った時何もらえるんだろうっていうのもわかんないし、ちょっとね、これ DLC の、ストーリーやってみたいと思います。さあ今までね使ってきた魔王はレジェンド魔王だからクイーンピサロはスッと勝てるんですよ。じゃあしかしそのクイーンピサロがねガーディスをね鼻高らかに召喚してくるわけですね。ガーディス強いんだよいや強いんだよこれ普通に。ガーディスって下手な赤目なんかよっぽど強いぞ。技の威力とかもさ、まあ、全ての攻撃に強いのもあるしね。まあでもね、軽い、まあ、赤耳と考えてやっていきたいと思います。今日こそ、今こそね、17時間で倒していない魔王を倒すとき、17時間生放送でできたね、この3体でお相手してくれましょう。さあ、17時間ではね、敵対していないこの戦いですよ。珍しい組み合わせですね。ただちょっと怖いのはガーですね、火力がすごいんだよね。だから、モンスターマスター翼り合いがないから、本当にそれはどうなのかがわかんないところ。本当にわかんねえな。でも、1枚6000だから、多分削り切り、でも回避されたり、当たんなかったりしたらちょっとまずいね。火力面はね、大丈夫だと思うんだけど。さあ、バズーカまず。ナイス !207 与えるよ。いいよ。207。打撃耐性の上から207でいいよ。とりあえず、コンスタントにダメージ与えてって、光の玉か天使の歌か、ルビスの鬼かあたり、賢者にしかもあるかもしれないけど、そのあたりでね、調整していきたいなと思います。どうなんだろう。モードクラッシュ行くぜ。はいはい、オッケーナイスいいよー、しっかり当てれば大丈夫だよ。さあ、何から来る？取り来る声が。ガイスラッシュ、これね、威力も高いし、麻痺もあるんだよな。さあ、ガイスラッシュ、これがね、なかなか威力高いんだよな。避けてこう！うわ、全然一発1000か。あ、でも止まんないのはまだまだ。止まんないのはまだでかい。これ、状態上もあんのに、この威力はやべえな。いいよ。キスコが319。ただ、一旦ね、1200ぐらいドカって削られてるんで、やっぱそれがね、火力が高えな。何回か時戻さないとダメ。さあ、まだまだ、こっからですよ。いいよ、いいよ。しっかりコンスタントで例えば、3ターンで光る玉で有機チャージも狙えるよ。いいよ、いいよ。大丈夫、大丈夫。そろそろ会心欲しいな。公開数は稼いでるからね。いい、ナイス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 。ここの凍結カードはでかい。この凍結カードでかいっすよ。これはかなりでかいね。いやーデッドウィークローとかが来ない分はかなりでかいんじゃないですか。さあ、ここへルフブキをここで入っていく。あんまりねこいつ一体の攻撃はないんですよ。レイフの書き爪っていう一体攻撃あるけど、それぐらいじゃないかな。さあ、ロデオクラッシュで打点取っていいよ。さあ、次のターン怖いな。よし、当てた。いいよ。いいよ、いいよ。しっかり。全然、大丈夫だよ。凍結カードされたんで、光の玉は無理なんで、ちょっとこのターンがね、
重要になってくるんだよな。さあ何来る？あ、ガイストラッシュか。これはどうだ。怖いな。さあここで止まると怖い。避けない、効果抜群だ。アナウンス、あーあーあー、ダメです。多分これはこれはひどいね。これはやばいか。ナイス、ここでバー、なんとかここで返す、ここで返す。いいよ、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。ここで返した、ここでうまいこと返した。これね、難しいところなんだよな。ここはね、安定取っていいんじゃない。賢者の石でもし4ターン目にそのイテツカードとかの場合、もう全くもって天使のタグが生かされないんで、このターンに勇気チャージできることを信じて賢者の石使っていいと思うな。できることもね、読めないんですよね。このターンはこれみたいな感じがないんだよね。ワンチャンこのターン勇気溜まるかもしんないよ。いいよ。さあ、ただちょっと、いやーきついなー、これ勇気溜まるか。キスコ、キスコお前いけ、いけるぞ。ナイス、キスコ。ダッホー、これはジャミでいける。溜まる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 よ。勇気溜まった音、音あ、イテツカード来ちゃった。勇気溜まった音だけイテツカード来るか。これやばいの、これガイストラッシュで死ぬかもしれん。あのガイストラッシュか、デッドリクロー、あの一番威力高いのはデッドリクローっていう攻撃なんですけど、それでやられるかもしれんな。でもこれイテ吐きちゃったか。いやでもチャンスできた、チャンスできた。ここに来てキスコがまさか大車輪で回心出すと思わなかった。はいー。バズズ、今日は一回も回心出さない。どうしたの？今日ちょっとキレ悪いよ、君。今日の君のキレ悪いね、ちょっと。君、ちょっとキレ悪いね。いや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 。君、大丈夫か？大丈夫か？このターン5ターン目、イテツカードで負けだからな。そう、イテツカードで負けです、ちなみに、ほぼ。で、デッドリクローとかの場合、避けてほしいんだよね、ジャミとかバズズは。回避率そこそこある連中なんだからね。キスコはしゃあないにしても。でちょっと怖いのはドルモアもね、打点取られるからどうなんだろう。さあ何来る？あ、ドルモア来た、やばいぞ。耐えれるか、これ耐えたら勝ちですね。いやー怪しいなー、耐えるかな。1400あります、どうだ。耐えろ。うおー、よっしゃー。一発突破、よかったね。危なかったね。よかったー。行くぜ、無課金最強ダークドリアム。言い方がすごいな。無課金最強です、どうも。無課金最強のと置きましたダークドリアムです。行きます、雷鳴ゴーラン曲ふわーって。まあ無課金最強と言うのは間違ってはないんだけどね、多分。おらよっしゃ、これで勝ちだ。よかったね、よかった、勝った勝った、よく頑張った。いや会心が良かったね、正直。キスコジャミが頑張ってくれたわ。バズズ、お前何なんだ一体。なんだ、何のためにそこいたんだお前。さあ勝った後なんて言ってくれるんでしょうか。はい、あ、ガーリス様、メイフのテーマに沈んでどんだけ強くなれば気が済むの。これであんたの完全勝利よ。本当ユーチューブはすごいわね。何かくれって顔してるわね。何にも用意してないんだけど、そうそう、なんかくれよ。レジェンド魔法カードなんかくれんの。おや、あらあら、ちょっといいんすか、ちょっとちょっと、こんなイベントあんだ。DLC の特権だね。パフパフだって。おい！DLC の特権だね。パフパフだって。おい！これが現実だ。お前ガーリスじゃ使わないのかよ。無課金最強ダークドレム様をお怒りです。 DLC のガーリスにね、立場を捉えたくないとね、こちらの皆さんの味方ダークドレムはね、
お怒りでございます。来ました、 DLC 魔王ガーディス。負けるか、こっちはダークドレアムや。調子のやがって。さあ始まりましたよ、無課金最強 VS DLC 魔王ね。こちらダークドレアムで挑みたいと思います。いや、こういうバトルよ、このはちゃめちゃなバトルができるのがモンバトのいいところ。ガーディスとダークドレアムで一体どうなるかは全然わかんねえな。ガイスラッシュ、いや、ダークドレアム頑張れ、いけるぞ。今みんなダークドレアム派のみんな応援してるから大丈夫だ。1200撃強っ。え、ダークドレアム打撃対戦あんのに負けんな。こっちも返せ、グランドクロス、いけ、グランドクロスで返すぞ。いくぞダークドレアム。はい、ここからや、いくぜみんな、皆さんご一緒に電撃一戦ギガスローなー。でもこれのもんか。いや、ギガスローね、グランドクロス外したらダメだって。グランドクロス外したらダメだって。お前やばいよ、よけろ、こっちもよけろ。あー、もうこっちもよけな、こっちもよけなあかんって。ダークドレアム、こっちもよけなあかんって、それは。一発外すだけでも爆弾取られてるよ。二鉄波動を撃つ。まず、二ターン目は二鉄波動が入ってくるガーディス。涼しいな。ガーディスは涼しいぞ。なんだこれは。なんだそれは。その波動を受け止め投げ返した方がいいぞ、ダークドレアム。おいしょ、ギガデインや、行け。ギガデインで攻撃しろ。これでどんぐらいいくかですね。はい、ドン！いいね、4桁安定。安定の4桁だね。デッドイクロやばいな。避けろ。これ避けるとでかいよ。威力めっちゃ高いからね、これ。ダークドレアム、避けて、頼むぞ。はい、避けろ。あー、もうダークドレアム。何をしとるんや。うわー、打撃耐性の上から1341キトル。凍てつ稼働やろ。投げ返せ。凍てつ稼働投げ返す。はっ！何してんだよ。もうダークドレアム、もっと攻撃的になっていいと思うよ。そんなベア対戦強すぎだからダメだろうけど。大丈夫大丈夫、いけるぞダークドレアム。こっちは雷鳴強弾脚もまだ潜んでるぞ、いけるぞ。さあ向こうからドルモーア、うわー、これはどんだけ食らうんだ。頑張れ、魔人やぞこっちは。無課金最強のダークドレアム負けんのか、嘘だろ。さすがに、いや、さすがによ。うわ、結構食らうな。大丈夫ダークドレアム、いけ、魔人の剣技、いいよいいよ、魔人の剣技。これ強いよ。はい。おいやー、4桁安定すんねー。さあ、ここでギガスローでしょ。いくぜー、電撃一戦ギガスローおらー、よしーぞー。とどめ剣内入った、とどめ剣内入ってる。猛者の投げ、とどめ剣内入ってるよ、ダークドレム。大丈夫、次のターンにちゃんと勇気さえ貯めれば勝ちだよ。もうこっちらに勇気がある。大丈夫だ。666。いいよいいよ、勝てる勝てる、大丈夫大丈夫。ダークドレアム勝てるよ、大丈夫大丈夫、落ち着いていけ。今みんな応援してるから。DLC にみんな鉄椎クラスやってきたんだよ。おたけび、投げ切りに対しておたけびを使うな。うわぁ何をしてるんだ、君たち。え、これ大丈夫、勇気たまる本当に。あ、ギガスローいったじゃん。いや、いける、ギガスローならいける。いけ、はい、えい、おい、受け、どうだどうだ、あ、溜まってない。やっぱ一回受けられたんでかかったな。やばいか、大丈夫かダークドレム。ダークドレム、おい、無課金最強負けんのか、最強の魔王負けんのか、やめろよ、避けろ、おい、避けろよ、おい、おー、ヒヤヒヤさせてくれんじゃねえか。ガーディスやるじゃねえか。少しは腕の立つようだな、ガーディス。認めてやろう。だが、諦めねえよ。だが、それも今日で終わりだ。ガーディスよ、私が勝つも。私が勝つのだ。お、いいよ。ギガデインよ、いいよいいよ、ギガデインでいけ、ギガデインで線取って、もう続いて攻撃で勝ちですよ。はい、ギガデイン、いいよー、ダークドレム、あー、おいおいおい、大丈夫か、え、ダークドレム大丈夫それ、え、負けんの嘘でしょ、ダークドレム負けんの嘘でしょ。避けろ、避けでいいよ、あー、5000勝利。課金には勝てねえよ。